皆さん、こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。今回は前回に続き、世界の高速鉄道の成功と失敗、後編をお届けしますが、では早速よろしくお願いいたします。フランス。TGV はフランス国鉄 SNCF が運行する高速鉄道の車両です。今回のパリオリンピックでの放火による列車妨害では深刻な影響を出しました。その TGV ですが、1981年9月27日初の TGV 営業路線としてパリ・リヨン間の LGV 南東線が開業しました。最高速度 260km 毎時での営業運転が開始されました。この2都市の都心間を航空機よりも短時間で結ぶ最速の交通手段となりました。なお、日本の新幹線の開業、1964年に遅れること17年でありましたが、新幹線の営業最高速度を初めて上回ったことで世界の注目を集めました。 TGV がその性能を発揮し、高速走行が可能な専用軌道は LGV と呼ばれますが、機関は 1435mm、標準機で SNCF の在来線と同一です。車両限界なども在来線とほぼ共通の設計になっているため、都市部では既存の線路を走行し、市街地を出ると線形の良い LGV に入って高速走行するという運営方法が可能で、ターミナル駅は在来線と共用していることも多いです。またフランスを含むヨーロッパの多くの国でも標準機が採用されているため、電気方式、保安装置、車両限界などをクリアすれば他国に直通運転することが可能です。 TGV は基本的に10両、12両、20両などの固定編成、編成の両端2両の動力車と連接台車構造によるプッシュプルの動力集中方式です。動力集中方式は客車部分の製造コストが低く、動力部のメンテナンスも集中的にできることや、騒音元となるモーターやコンプレッサーが基本的に搭載されていないため、客室部の静粛化が図られるなどのメリットがある反面、加減速性能、途半性能に劣る等のデメリットがあります。その TGV も死亡事故を起こしております。2015年11月14日にフランス・ストラスブール近郊のエックベルスハイム付近において脱線して川に落ちました。試運転中なので列車にはフランス国鉄 SNCF の技術者や乗務員のほか、招待された関係者の家族など53人が乗車していました。この事故によって11人が死亡し、42人が負傷し、 TGV では初の死亡事故となりました。安全性では完全な失敗です。いくら収益性、快適性などが良くても死亡事故を起こしては完全に相殺されます。試験運転そのものが試運転なのですが、試運転招待前にもう少し試験走行できなかったのでしょうか。ドイツ。ICE、 ドイツ語では ICE ですが、便宜上、以下 ICE と呼びますは、ドイツを中心に運行されているヨーロッパの高速列車です。また、ドイツ鉄道の旅客列車における最上位の列車種別であり、インターシティの上位にあたります。正式名称はインターシティエクスプレスです。ドイツのすべての主要都市を結ぶ高速鉄道です。最高速度 300km 毎時で運行されており、ベルリン、ハンブルク、ケルンなどの都市間を移動する最速の方法の一つです。ICE には、オランダ、ベルギー、フランス、スイス、オーストリアへの国際路線もあります。ICE には1、5などのバージョンがあり、それ以外に最速の ICE スプリンターもあります。ICE スプリンターは、ドイツの大都市間を移動するビジネス客向けに、停車駅を最小限に絞り、
通常の ICE よりも所要時間を短縮した列車です。便利にはなっており成功と言えますが、1998年の事故で高速鉄道の安全神話を崩壊させたことは成功とは言い難いです。1998年6月3日ミュンヘン発ハンブルク行き ICE884 列車ビルヘルム・コンラート・レントゲン号 ICE1 前後の動力車を含む実4両編成が約 200km 毎時で走行中、エシェデ駅の手前 550m で脱線し、道路橋の橋脚に激突して101人の死者を出す大惨事となりました。原因はICE1 に使われていた男性車輪の外輪のたわみによってできた金属疲労による亀裂です。 ICE1 は当初一体圧延車輪を採用していましたが、台車にコイルバネを使用していたため振動と騒音、車輪の変形などが生じ、乗り心地の悪化につながっていました。そのためドイツ鉄道は内輪と外輪の間にゴムを挟んだ二重構造の男性車輪を開発しました。この男性車輪は乗り心地に優れる一方、外圧によって外輪に亀裂ができやすい欠点があります。低速の路面電車のような外圧の小さい低速の鉄道車両に使用されることが前提の車輪であり、外圧が大きい高速鉄道に適した車輪ではありませんでした。そもそも事前に何度も試験運転して摩耗の状況を測ることができたはずです。このようにいい加減な品質管理がこのような大惨事を起こしたのです。また当時の ICE1 には車輪や台車に異常が生じると非常ブレーキがかかるシステムが搭載されていませんでした。この事故はドイツ製の列車車両への信用を失わせ、進行中だった台湾高速鉄道のプロジェクトでドイツ製のものが除外される主な要因となり、結果として日本の新幹線の車両が選ばれました。言うまでもなく結論は失敗です。視聴者の皆様、皆様ご自身でブログを作ってみませんか？趣味の鉄道、釣り、ご自身の生活の日記など、ジャンルは自由。ブログからはアフィリエイトで収益を上げることも可能です。管理人が使っているレンタルサーバはロリポップというサーバを使っております。独自ドメインのムームードメインと合わせて自分の独自のブログを作りましょう。ワードプレスというツールを使うと簡単にブログが作成できます。動画を作成するよりはハードルが低いです。申し込みは至って簡単です。ロリポップの申し込みは概要欄に貼っております。台湾。台湾高速鉄道は台湾の台北市南港区と高雄市西区を結ぶ高速鉄道、略称は台湾ガオティエです。南港駅から西駅までの 345km を最高速度 300km 毎時、ノンストップ便では所要時間約1時間30分で結ぶ高速鉄道です。同区間は最速の在来線特急自強号で所要時間約4時間を要しておりました。総事業費は4806億台湾ドル、約1兆8000億円。日本として新幹線の車両技術を輸出、現地導入した初めての事例です。台湾高速鉄道は、日本の新幹線技術の初の海外への輸出案件であり、日本企業連合7社により、台湾新幹線株式会社が設立されました。一般社団法人、海外鉄道技術協力協会を通じて、JR 東海、JR 西日本、日本鉄道建設公団、現鉄道建設、運輸施設整備支援機構のスタッフが技術支援を行いました。鉄道車両も日本の新幹線技術、JR 東海、JR 西日本共同を投入しました。車両が東海道、山陽新幹線の700系改良型の 700T 型である点などから、日本の新幹線とほとんど同じに見えます。最終的に車両は日本、配電、制御は欧州、土木工事は国際入札を行うことに決まりました。車両が日本に決定したのは地震対策です。欧州の車両は動力集中方式など地震対策は皆無でした。またドイツの事故により欧州の車両の信頼を失いました。 700T 型、 JR 東海、 JR 西日本共同開発の700系の改良型、1編成12両、
定員989人、全長約304メートル、製造川崎重工業、日立製作所、日本車両製造。当初は 700T 型を2008年と2010年に8編成ずつ、2018年に5編成の増備が予定されていましたが、開業が遅れたことによりこの日程もずれました。2008年11月20日台湾鋼鉄公司は2011年以降に新型車両の投入を表明しました。その後2012年4月19日に同公司の取締役会で66億2112万台湾ドル約183億円を投じて従来と同じ 700T 型電車4編成48両を2013年から2016年にかけて購入し増備することを決定しました。2015年に予定されている新設4駅の開業や休日ラッシュ時など増加し続ける輸送人員に対応するためです。今後は N700S の導入も予定されております。また2016年に台北からさらに市内の南港まで延伸しました。この工事は三菱重工業と東芝が受注しました。起動設備や電車線設備、架線を設置するほか、各種の信号、通信、運行管理などの起電システムを設計、供給して工事まで一貫して請け負いました。2017年にカオシュンで発生した保守車両の事故以外は今のところ重要な事故はありません。結論は成功です。まず車両だけでも日本の技術を採用したことが成功と言えます。韓国、韓国高速鉄道は大韓民国、韓国の高速鉄道システムです。愛称は KTX。 KTX とはコリアトレインエクスプレスのことで、韓国鉄道公社コレールが運営しております。 KTX は1992年に着工され、2004年に開業しました。はじめはキョンプ高速鉄道と呼ばれていましたが、その後 KTX はだんだん愛称として親しまれるようになり、 KTX が定着しました。その名の通り、最新の技術を駆使し、営業運転の最高時速は 305km/h です。これによりソウルからプサンまでの移動時間が最短2時間15分に短縮され、テグやチョンジュ、キョンジュといった韓国の観光地へのアクセスも格段に向上しました。スピードによって3種類の列車に分かれています。それが KTX、 韓国高速鉄道、 ITX、 都市間準高速鉄道とムグンファ号、普通列車です。例えばソウルからプサンへ向かう場合は、 KTX が最速で約2時間15分で到着できるのに対し、 ITX が約4時間40分かかり、ムグンファ号が5時間30分以上かかります。さらにKTX には KTX-I、 初代 KTX、 KTX サンチョン、 KTX ユームの3種類があります。 KTX-I は20両固定編成で、フランス国鉄 SNCF が運用する TGV レゾ編成の韓国仕様であり、動力集中方式を採用。両先頭車が動力車で、残り18両が客車となっています。12編成はフランスアルストム車、34編成が部品輸入のロックダウン生産にてヒュンダイロテムにて製造されました。 KTX ユームは初めて動力分散方式を採用した KTX 列車6両編成 4M2T です。成功失敗で言えば死亡事故には至っておりませんが、結構過去細かい事故も起こしているのと、プッシュプル方式を採用したことは失敗に思います。ということで前編後編にて全部見ていただきました。やっぱり世界の中で一番成功している高速鉄道は日本の新幹線ですね。列車同士の死亡事故ゼロ、安全面では他の国に比べて最上級と思います。また JR 東日本と他の連合でインドの高速鉄道会社を受注しましたが、これもどうなるか楽しみです。
ください。